共に音楽制作を行っていた寺尾ひろしさん。プロデューサーに紹介されて、その時はまだ名前がなかったんですね。蒲地幸子さんで来たわけなんですけども、蒲地幸子、それが坂井泉さんの本名です。1967年神奈川県で生まれた幸子さん、中学生の時には陸上部で活躍すると同時にギター部にも席を置くと、いつしか歌手を夢見るようになり、短大卒業後一旦就職するも芸能活動を開始。ところが歌を歌わせてもらう機会はなかなか巡ってこず、仕事の大半はグラビアやレースクイーンといったものばかりでした。しかし芸能活動を始めて1年ほど経った頃、彼女に転機が訪れます。音楽プロデューサー長戸大光さんとの出会いです。長戸さんに才能を認められた彼女は、やがて彼が企画した後にザードとなる新たなバンドのボーカルに抜擢されます。そしてその時彼女につけられた新たな名前が坂井泉だったのです。実はザードのボーカル坂井泉という女性には、事前に平成に生きる昭和の女であるという明確な設定が決まっていました。その平成になってるんだけど昭和的な女性、男性が何かこういう仕事をしたいっていう目を追いかけている、その男性をそばで応援している女性という、そういう、コンセプトなんです。しかしなぜかそのコンセプトを表現していくために最も重要と思える仕事を長戸さんはあえて彼女自身に委ねたそうです。それが作詞でした。歌詞はそれまでずっと書いてたかっていうと、多分文章とか言葉を書くのすごい好きだったと思うんです。でもそこで改めてその普段から毎日歌詞を書く、その辺にあるレポート用紙とか、なんか紙コピー用紙とか、なんかそういうのに書いてた。でそれをなんていうの、クリアファイルでザワザワって入れて持ち歩いてるのが、だんだんすごい量になっていくっていう。こうして始まった坂井泉という人物に向き合い続ける旅。当初夢を追いかける恋人を応援するというコンセプトで生まれた楽曲は、やがて頑張る人すべてに寄り添う応援歌へと進化。この世を去るまでの16年間、彼女は作詞を通じて坂井泉を追求し続けたのです。坂井さんはどんどん世の中の人が思っているザードの坂井泉という、存在にもなっていったのかな。自然になっていって、それをずっと全うした。だから歌詞も書きなさいって言われて、まさかその入院してる間もずっと書くっていうのはなかなか思いにくいですけども、坂井さんはそのずっとやり続けてて、入院してる間もそうずっと書いてて、まあ普通にやるつもりでいたので、ずっと。ザードが発表した全155曲、ほぼ全てが坂井さんの作詞。それは彼女が坂井泉として頑張る誰かを応援し続けた証でもありました。しかしそんなザードの坂井さんの曲の中に、他の誰かへ向けたものではなく坂井泉であり蒲地幸子でもある自分自身について歌った曲があります。それは1995年に発表されたこの Forever You という曲。実はこの曲が生まれるきっかけになった
は今回私が演じるドラマで描かれる場面。一体なぜ彼女は坂井泉であり蒲池幸子でもある自分自身の人生を詩にしたのか。そこには言葉を詩を何よりも大切にしてきたとても彼女らしい理由がありました。そして私が最後に見せてもらったのが彼女が生涯格闘し続けた証。作詞をするために日常から書いていたというメモのコピーです。